はい、将来のために英語やれ英語やれって、絶対コメントに数学をやれって書かれる。数学将来何の役に立つのか、全部数学使われてるけど、直接すぐに役立つイメージは英語の方がある。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ今回は久しぶりに来てもらいました。はじめまして、鈴木監督と申します。はい、数学 YouTube やってます。そう、YouTube やっておりまして、はい、もう何年でしたっけ、30年ぐらいやってるんでしたっけ、まあ、人生はもうちょっとやってるかもしれないけど、2018年の4月1日から毎日投稿、すごい今日の今日まで5年とちょっとだから1500日以上かな、すごい1800日ぐらいかな、そんなにやっている。その割には全然ね、登録者も伸びないし再生数も伸びないしね、はい、そんな数学系と英語系なんですけど、はい、毎回ですね、僕ね、英語やった方がいいとかっていろいろな動画出すんですよ、はい、将来のために英語やれ英語やれって。そうすると毎回です、絶対コメントに数学をやれって書かれるんです。それなんでなのっていうのをね、ちょっと数学やった方が将来成功するよっていう動画を撮りたいの。動画を撮りたいじゃなくて、だからどっちなんだと、どっちなんだいやるなら。ああ、なるほどね、はい、英語何回、数学何回。じゃあそういう動画を撮るたびに人選として俺を選んだのが間違いです、はい、成功してなかったそうそういうのは人生勝ち組の数学得意な人を連れてこないでしょ。じゃあなんで勝ち組になるんだ、みんな数学やれ数学やれってコメントが入る。勝ち組じゃない人に聞いてどうすんだよ、まあ、負け組に聞いてどうすんだよ。ごめんなさい、これだったらね、英語やった方が良かったになっちゃうかもしれないですけど、もうそれでもはい、はい、おしまい。どういう道が、じゃあ子供たちは結局、うちのいとことかも僕がちっちゃかった時によく言ってたんですよ、うん、数学あ、ちっちゃい時あったんだ、あった、なぜかね生まれた時からこうじゃなかった、こうじゃなかったし、まあ、カンタロウさんぐらいの身長の頃もあったんですけど、そうだったんですよ。その時にいとことか言ってた、数学をやる意味が分かんないんだって。それで国立卒のねおじさんはね、うん、それ数学やるといろんな道がある、で誰がどの道に行くか分かんないじゃないか、その時にやっておいてよかったっていうことが起こるんで、まあその人理系のおじさんだったんで。どうなんですか、理系のおじさん。理系のおじさんと、まあ、私一応早稲田大学社会科学部の文系の人間ですけど、そうそうそう、文系の人間なんですけど数学行ってる、はい、数学やっておけばこういう道見れるって、何があったのか。で、数学将来何の役に立つのっていう質問はね、うん、一応私も塾講師やってたんで、もう中学生にもさやんだるほど聞かれる ね、うん、でその時私はもう大体ね、役立たないよバーカっつって、だってそもそもそういう質問をする生徒の欲しい答えっていうのは、うん、こうやるとすぐそれが金儲けにつながる。で、一番分かりやすいのはスポーツ選手がさ、うん、野球がめちゃめちゃうまければさ、うん、億稼げるわけじゃん。稼いで、ね、女子アナと結婚女子アナと結婚してる野球選手も最近最後はもう松坂じゃないかっていうぐらい相当いないらしいけど、古い、あ、そうなんだ、まあ、それはどうでもよくて、サッカー部とかスポーツってうまければプロになって、うん、それでサッカーとか野球がそのまんま役に立って金儲けにつながる、はいはい、でも中学生ぐらいになってくるとさすがにプロスポーツ選手になれないってことはもううすうすどころか、中学3年生だったらさすがに全員気づくわけじゃん、うん、プロ選手は無理だと、うん、でだからじゃあ一番なんか潰しが効くのは勉強だっていうことで、かつて東大からプロ野球に行った小林樽投手っていう選手がいて、その人がインタビューで、うん、一番将来役に立つスポーツっていうか、うん、一番稼げるスポーツは何ですかって、うん、勉強ですって言ってたから、ね、そうなんね、一番、まあ、勉強が結果が出やすくて、うん、金に結びつきやすいと小林元選手は言ってたけども、うん、数学が直接すぐに仕事に結びつくっていうのははっきり言って学校塾の数学の先生とか、まあ、すごく少ないけど、ね、数学 YouTuber とか、はいはいはい、直接数学が金になるのはそれぐらいじゃん。なるほど ね、直でになるのは、うん、直接じゃん、まあ、実際世の中のありとあらゆる機械だとか、もっとでかく言えば小惑星行って石持って帰ってくるとか、はい、あの全部数学使われてるけどだよ、はいはいはい、けどそういうのを数学を駆使して設計し開発しているのはもうごく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 一部の人でしょうね、はい、で 99.99% の、ね、私も含め、うん、普通の人はその恩恵を享受してるだけであって、ね、ああそうですね、ちょっと画角からつい外れ出した、あちょっと嫌いだから、はい、もう遠ざかる、はいはい、要するにだから数学を直接ねそういった役に立たせて役立たせてる人っていうのは、はい、ほんのごくごくごく一部で、うん、99% の人はそれを単に享受してるだけ。なるほどなるほど。朝炊飯器で飯が食いたいかってタイマーセットしてる、うん、タイマーがどうして動くかとかってのは全部数学使われてるけども、うんうん、別にだからって仕組みを解明しようなんては思わないでしょ、はい、別にマニュアル通り朝7時に炊けりゃいいや、うん、マニュアル通り使うだけなの我々、うんうんうん、直接数学なんか使わないですよ、うん、だけど、はい、だけどやっぱり結局何やるにしたって、ね、今こう例えばで揉めてる、はいはいはい、目の前に問題が
っぱい数学講師って揉めるかもしれない。それはやっぱよく分かんないけど、俺詳しいことはよく分かんないけどね、目の前の問題を解決していくのに、まず問題点は何かで、それをクリアするための条件は何かと、うん、この条件を克服すればとかって言って、その目の前の問題を解決していく筋道を考えるっていうのは、数学問題を解くときに同じような思考過程を取ってるね。おお、なるほど。だからそういった思考訓練をしておくと、将来すごく間接的だけど、うん、数学ができる人は問題解決能力が数学できない人に比べればやや高いんじゃないかなと。となると会社とかでね、俺なんか別にサラリーマン経験もないんやからね、うん、会社でどうのこうのって言えたもんじゃないんだけども、ね、2人ともサラリーマンやったことないね、言えたもんじゃないんだけども、結局どんな仕事だって結局目の前の問題を自分で考えて解決していくんじゃん、うん、その時の思考過程は数学の思考過程と通じるものがあるんじゃないかなっていう気はします。いわゆる英語ができればで外資系に入れるだとか、で論文が読めるとか、旅行が簡単にできるとか、まあ、よく直接すぐに役立つイメージは英語の方がある。で、まあ、実際英語はできた方がいいっすよ、うん、あの俺のこと英語できないと思ってるだろう、はい、うん、その通りなんだけど、はい、ただ一応俺もね、外国に一応通算10年以上10年以上かな、シンガポールに前や前住んでて、そこでちゃんとあれだよ、英語で喋ってたんだよ、まあ、のめちゃくちゃな英語だけど、シンガポールイングリッシュみたいな、うん、めちゃくちゃな英語だけど、ちゃんとそこで一つして買い物もできて、うん、飲み屋でイギリス人のおっちゃんと、ま、真面目な会話をしたりとか、ね、うん、してたこともあるんですよ。そう、だから私英語はできた方がいい。でただね、英語ができるできないも、まあ、もちろん こういうレベルじゃない、うん、ないにしてもね、英語できるできないってね、俺シンガポールに行った時、同僚に東大出身のやついたんですよ、はいはいはい、一言も英語喋れなかったね。はいはいはい、いますね、そういう人いますね。お前だって東大のあの入試問題でクリアしてきたんだろ。なのにね、喋らない、コミュニケーション取らない人いますからね。なんで、まあ、まあ、もちろんでもちゃんと正しい英語を使うにはやっぱ正しい勉強しなきゃいけないけど、うん、ある意味自分でなんとかコミュニケーション取ろうっていう意欲は大事ですね、うん、まあ、そういう意欲はだから別に英語を学校で習うことによって養われるものでもないかもしれないけど、それはどうやって養えばいいですか。いや、まあ、もうそうこう飛び込んで恥ずかしがらないことめっちゃ大事、うん、みんなね完璧じゃないと嫌だみたいになってるから、うん、やっぱそれは弊害ではありますよ、ね、まあ、シンガポールだったら気楽でいいよ、アイコイエスタデーとかって、そうそうそう、OK だからね、そうそうそう、もう現在形で昨日の話でも OK だからね。シンガポールの今度仕事のオファーとか来てます、ね、そう、やっぱ英語ができるとね、そういういろんなオファー来ないのにニューヨーク行ったりとか、うん、あとはアジアで講演とかしましたし、オンラインで、なんか英語喋れねえ喋れねえ散々言われてるけど、いやいやめちゃめちゃやってるから実は。あ、そうか、だって動画の中であんまり英語使わない、テロップがめんどくさすぎる。二重になるんです、英語書いてしかも訳書かなきゃいけないから。面白いですよ、そう、講演したりしていろんな国の人と、うん、やったりするのとすごい面白い。多分ですね、多くの人はですね、理系だったら食いっぱぐれがないっていうのを言いたいんだと思うんですよね。あ、食いっぱぐれね、俺食いっぱぐれしたからまあ。だけどいわゆる工学やったりとかプログラミングやったりとか、うん、なんかそういう理系の学部の方が仕事はいっぱいあるし高収入だよっていうのを多分ね、うん、言いたいと思うんですよ、多くの人は、うん、そういうもんなんですか、やっぱ理系だと、うん、理系だから数学ってわけでもないしね。まあそうです、ね、例えば医学部ね、うん、うち実は家系そう医者なんです、上も下も医者ですからね。上も下もいない、明日から息子はそうそう、息子、親も息子も医者だ、医者に挟まれた、だって親類親戚縁者のなんか7割ぐらい医者なんだけど、でもねうちの、まあ、俺5人兄弟の上3人が医者なんだけど、うん、全然数学できない。あ、全くできない。息子が医学部の勉強してる時って分かったんだけど、でうちの姉も言ってたんだけど、もうとにかく暗記だって、はいはい、だから俺多分なろうと思ってもなれなかったね絶対、うん、もうただひたすら暗記、暗記嫌いね、うん、だからルシファーさん、はいはいはい、あの人すげえ頭いいわけじゃん絶対、はいはい、理算で数学もできて、うん、物理できて、だけど多分ね暗記が苦手だからね、うん、国家試験受かんないんだと思う。確かにね、あれ暗記ですからね、うん、だからそういう意味ではだから暗記が得意な人は医学部行くのも一つの手かもしれないし、うん、まあ一番食いっぱぐれないよね。まあそうね、医学部入ってますので、やっぱり結局自分向いてないって気づく人もいるわけじゃないですか、うん、いわゆる解剖とかなった途端にもう全然ダメだった、うん、そうだ、その意味では理系で数学が得意だからっつって受験、確かに医学の数学とかって数学できれば結構入りやすいからってんで、うん、それで入っちゃうとまあ苦労する人も多いんじゃないかって気がする。出なかったって気づく人結構やっぱいますからね、うん、毎年必ずいるんで。だって数学ってやっぱりちゃんと論理で考えていくけど、うん、医学の勉強ってまあ俺もよくわかんないけどね、うん、でも実際にはなんでそれで治るのかっていう、はいはい、まあ、実は単なる8割治ったからとか、うん、そういう世界だから、ね、話はまとまらないけどって言って、とにかく医学やろうが工学やろうが
でも英語はできた方がいいですか。英語はです、楽ですよ。あ、だって実際医学部の人なんて論文とかで英語で読まなきゃいけない。英語で読まなきゃいけないし、発表する時だってね、うん、そうそう、英語だから。学会とかもだから医学部の人ってみんなちゃんと海外行って学会で発表とかしてるから、そういう点ではやっぱり普通に英語ちゃんと当たり前だけどやってるし、うん、ちゃんとできるし、絶対やんなきゃダメし、まあ工学だって、あとプログラミングもさ、英語の意味分かってればすごい簡単なのに、ゼロから日本語に直して暗記したりして、あれもうめちゃめちゃもったいないと思う、労力で。今までの話を全部ごちゃにするような子言っちゃうなんだけどさ、はっきり言ってさ、数学も英語もさ、ちゃんと勉強しなきゃダメだよ、うん、要するに、ね、まあその通りです、うん、ね、できない、まあまあできない人がたくさんいるから、うん、この仕事はなくならないよ、ね、この仕事って別に俺と同列でいいの、まあ、俺と同列でいいの、ちょっと違うけど、同列でいいの、俺と俺と英語を教える仕事とかはね、なくならないし、まあ塾とかもなくならない、やっぱできない人たちがいるからなんですけどね、うんうん、そうね。でできるようになろうとした時につい安直にこう身につけようとする人が多いかなっていう気がする ね、 なんか短絡的に、うん、すぐ明日できるようになるものなんかないんだって世の中、日々コツコツと、ね、うん、地道に積み上げていく以外に、それはもう映画でも数学でも一緒、そうそうそう、何でもちょっとずつちょっとずつ昨日よりも一歩ずつ前進するのを毎日続けないと進歩はないです、うん、すごい最後にめちゃくちゃいいこと言った、これめっちゃ大事なこと、英語でも数学でも一緒、英語もね、なんかすぐできるようになることを期待することが多くて、うん、俺もそう、無理よ、すぐ期待しちゃうんだよ英語無理よ、2、3日でできるならないかなとか、ね、そんなんじゃ無理なのよ、ね、言語はそんなに絶対無理だよね、数学もね積み上げ大事ですから、そうそうそう、まあまた今年ね数学勉強するかもしれない、あ、そう、あ、そう、数件受けてるんだから、数件のね、何級まで行ったんだっけ、いや3受かって、うん、で次が去年はトイックと同じ日だったんですよ、ああ3級の次は順2と2って順2のが優しいんでした、順2はあれだ、高1レベルだっけ、僕中学数学がボロボロな状態で高校数学だけやったんで、ほん、ま、高校入試の時は100点中50点だった、あ、ほんなの、そんなんで高校入ったのかよ、そう、でも別に頭いい高校じゃないから、で大学入試の時はあのセンター試験1問しか間違えてないんで、そうそう、1A かで2はやらなくてよかったもん、ね、そうそう、 2B はやった、うん、まあまあ授業は取ってましたけど、やってはない状況だったんで、まあだからちょっと順2ぐらいが多分一番知ってる状況になるのかなと思って、はい、ということで、じゃあまあ英語も数学もできた方がいいということで、その通り、当たり前でもコツコツとやってください、そう、コツコツ毎日積み上げるしかないんです、はい、千里の道も一歩から、はい、じゃあぜひカンタロウさんのチャンネルで、はい、数学やってますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、どうもありがとうございました。